どうもフィッシャーシェフです。マサイです。なんで泣いたんだと。どうしたシルクロード。多分いろんな動画今後出てくと思うんですけど、うん、その動画の中に僕がちょっと不自然になってるというか、僕が出てたら気になる点がフィッシャーシェフさんの中で出ちゃうと思うので、先に言っとかないと思って。まあこれ言わないとまずいと思うわ。そうそう、ちょっとご報告です。うん。今ちょっとこのような状態になっております。うん、包帯でぐるぐる巻きの左手人差し指と。本日の朝、私指取れました。笑っていいの。いや、まあ、うん、まあせめてもの笑として、まあ笑い事じゃないぐらいだったんだけど。相当怖かったね。初めてじゃない、指取れた。要するに僕あの今日怪我しましてですね、今後の動画でもしかしたらこれ映ると思うんで先に説明しておかないとと思って、うん、もう本当に緊急で回してる状態で。本当にね、あのね、包丁使ってたんだね今日朝に。お、軽くセット行こうと思ってて、水筒に氷入れようと思ったの。うん、氷入れようと思ったんだけど、飲み口の狭い水筒だったから氷が入んなかったのよ。包丁でちょっと砕こうと思って、ちっちゃくしようとしたんだ。そう、ちっちゃくしようと思ってこうやってコン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 ってやったら、うん、手が滑りまして、しかも、その時の俺の1だ。一番強めのやつやっちゃったね。なかなか砕けねえな、からのやつは。ガンってやつ。そう。コンコンコン、これじゃダメだ、ガンの時に手滑って、ここの人差し指の爪の中間ぐらいかな。先っちょい人差し指の。が、ズバーンって切れて、飛んでって。死ぬほど痛そう、マジで。気づいたら、うん、お米みたいな。お米あの、そうそうそう、あの、へこんでるじゃん、お米って。へこんだ部分みたいな感じで、指の先端がなくなって。いや、怖すぎる。血まみれになって。いやで、やべえと思って、慌てて皮膚拾って、病院に行ったところ、まあ、麻酔して、うん、まあ、縫うことになった。痛くなかったんだよ、正直。痛くない？最初は痛くなかった。気づいて傷口見たあたりから、ちょっと痛くなったけど、あー、それまでは。それまでは。うん。結構冷静だったの。バツーンって切って、あ、指取れたと思って。指取れたおかしい。やべえな、つって、絆創膏ねえな、つって、ちょっとマサイから、絆創膏をもらいまして。あ、そう、なんか LINE 来て、そう。ちょ、指切っちゃったんだよって LINE 来たの、最初。そう。あ、マジ？つって、俺はその時、今切っちゃったって報告だったからさ。まあまあ、軽く線が入ってるぐらい。そう、まあなんか料理してて、たまたまね。うん。で、なんかサクッとなんかパクッとなっちゃったのかな、みたいな。うん、で、絆創膏をほいって渡したじゃん。うん。でけえよ。そうそう。なくなってたよ。シンクのところに俺の指先が落っこってた。ポロってね。ポロっ て, って。いや、見に行ったら、あるんで、指。あるからシンクに。えってなるよ。うん。まずいと思って、慌てて洗って、これ血だらけだから、一旦絆創膏で閉じたんだよ。しかも3枚も使ったの。傷パワーパッと。予備で3枚渡したんだよね。そう。全部使った。で、全部使ったのに溢れてきたの。血がブワーって溢れてきて、無理だなと思って、キッチンペーパーとアロンアルファで、疑似石膏みたいな。ああ、まあ、つまりこの状態。そうそう、を作って、うん、指サックみたいにして上にはめてたのよ。はい。それでも滲み出てきたから、相当出血したのか。ちょっとだけふらついた。これやべえなと思って、で、一旦ちょっと、あの、ポケモンカードのデッキ作ってたんだけど、一旦やめて。あ、いやいやいや。パルキア。早く、やめろよ。いや、おかしいんだよ。指切るじゃん。取れるじゃん、指。取ってた。どうしよう。ポケカしようってならないの。パルキアのデッキの、何抜くか考えない。新しい出たからね。新しい出た。そんな場合じゃねえと思って。そりゃそうだ。そうそうそう。で、あの、絆創膏やって、あの、マスクの耳に引っ掛ける。おー、はい。あそこブチって切って、止血で。あー、止めたらね。止めて、そう、巻いて。うん、輪ゴムとかじゃないって、それでやった。それでやった。確かに確かに。で、指の破片、くるんで、お医者さんに見せに行く。したら、で、気分大丈夫ですかって、ふらついてませんかまあ大丈夫です。うん、で、見したら、乾いちゃって、指の先と、うん。ちょっと液体つけますって、ちょっとつけ込んでもらって、その間20分ずーっと、こっち血まみれのまんまこうやって、右手で、あの、パソコンで編集したできんの右手で。めっちゃ遅いよね。うん。で、呼ばれて、寝ろって言って、あの、ベッドにこうやって寝転がったら、いろいろとやりますねって言って、そんな大事だと思ってないから、薬つけたら、別に治んなくなっちゃったけど。てか、お前別にいいやと思ってた。別に行かなくてもいいやと思ってた。数センチリーチ短くなるなと思ってた。まあまあ、でもね、本心はさすがにさ、ちょっとどうにかしたいなと思ってたけどね。ちょっと縫い合わせますって。人差し指に麻酔打たれて。何本ぐらい打たれた？2、3本打たれた。多いな。で、ぴょんぴょん。そんな、
指先に3本ぐらい打つ。付け根にまず打たれて指パンパンに膨れ上がって、じゃ極部麻酔だからちょっと薄くなってって、やっぱ感覚が。授業中とかでさ、はい、こうやって寝るとさ、感覚なくなってきゃね。あ、痺れてね。痺れて。あれに近くなって。そうだ。あ、なんもわかんなくなってきた、みたいな。感覚ねえな。って思ってたら、縫いますって言われて。うん。で、縫わないと痛えし、回復が遅いし、取れた皮膚と、その指先で合わせて縫った方が早いって。じゃあ縫おうと思って、で、お願いしますって言って、バッチバチに縫ってもらってるっていう。指先縫ったから、結構神経があるじゃん。まあ、指先ってほら、感覚の一つだから。そう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 。やっぱ食感って言って、やっぱ触る感覚でね。うん。感覚が結構あるから、神経が通ってるわけ、めちゃくちゃ。うん、さすがにちょっと痛かった。いや、ちょっとじゃないと思うんだけど、普通の人からしたらね。お前はたまたまその痛みに慣れてるかもしれない。まあまあ、強い方であるから、さすがに、ジンジンするし、なんか痺れるんだよ。あ、今はまあまだマシなの。その時一番ひどかった？電気流れてるんだよ。へぇ、そうなんだ。そう。電気流れながら、ずっとこの先端がめっちゃスースーして痛いのよ。とりあえずまあでも治りそうだなと思ったのよ。結構怪我が多い人生だから。でも稀に繋がない人いるらしい。ちょっと今俺も怖いの。まだね、ぶっちゃけこっから繋がるかは分からん。もうこっから2週間ぐらいちょっとあの左手が使えない。そうか。辛いね、それは。そう、やっぱね、編集ができないんだね。これ。まあでもなんかまあ繋がったらまあとりあえずいいなと思ってる。そうだね、回復願うって感じだね。うん、そうそうそう。1週間ごとに病院に見せに来てください。で、1日1回石鹸で洗ってくださいって言われたの。それが一番怖い。で洗っていいのってか。なんか消毒がてらやんないと、可能止めとかをもらったんだけど。そうなん。腐ったりしちゃうのも怖いから。まだやってないでしょ。うん、まだやってない。この後だ。この後。夜飯なにミューズとかね、軽くこう、そそそってやってください。そこが一番怖いんだけど。まあでもどうにか耐えるけど。もう切った時めちゃくちゃびっくりしたよ。俺さ、深爪気味のは結構。はい。深爪気味のこの爪？肉のとこだよね。肉のところが、この指の爪、俺深爪気味じゃん？この先っぽ、ちょっと根元ぐらいかな。編集で線入れとくわ。ここだね。こっからこの辺。こっからこの辺が取れました。うわ。だから、包丁って怖えなと思った。でもその部分一部分でよかったね。だから、こことかさ、言ってたらもう絶対取れてるじゃん。丸ごと。丸ごと言ってたら、さすっかり俺もビビってたけど、多分倒れるぐらいになると思う。まあでもとりあえず先っぽでよかったし、繋がりそうではある。うん、よかったよかった。まあとりあえず日常生活にも、まあ支障は出るけど、まあ、とりあえず我慢はできるかなぐらい。病院に行ってる時もさ、ちょっと血だらっぽろのまんま、俺こうやって立ってたのが一生春日さんみたいな。ずっとトゥースしたまんまこうやって待ってて、上に上げなきゃいけないからね、血が止まんないから。そう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 、俺脇の筋肉があるからさ、止血できんの。うん、これでずっといて、ちょっとあの指どうしたのって言われるとあれかなと思ったので、報告で指バツッとちょっと先端落としちゃったっていう。怖え。で、縫ってる最中にさ、あまりこうやって傷じろって言うとさ、ちょっと疲れちゃう、神経的にね。グロいっちゃグロいな。そう、精神がちょっと参っちゃう可能性あるから、ずっと右手で、一生、スマブラの動画見て、あ、これこんな仕様あるんだって言ってたらもう終わって。よくそれで集中できたね。俺、注射の時でもきついんだけど、注射の時のなんか考えたりとか、スマホいじるのとか、やっぱこっち行くよ。意識。これ見てたら、知らねえ仕様があったから、ディディコングの B ボタンのポップガンのキャンセルって、猶予フレーム短いけど、空中でガード張れば後付き出ねえんだ。めっちゃ考えてる。すごいよ、最近の何麻酔とか俺縫った経験めっちゃ多いから。まあ元々格闘技のな経験があるからな。まあバスケもあったし、バスケもな、サッカーも運動とかもな、全般でな、スポーツ経験が多いとやっぱ怪我が多いんですよ、ね。うん、唇を縫ったことあるし、ここの眉尻が、ね、結構ある、残ってんだよ、この辺だとね。まあまあこの辺はさ、やっぱ怪我するんだよ、逆でね。4回ぐらい縫ってんのかな、うん、唇を割れた、割れてね、パカンビプレデターみたいになって。ここはね、ちょっとね、縫わなかったから後に残ってるところがあるんだけど、ここのね、すねもね、一回ここ解放して白いところがあるんで、多分奥の方向ですけど、バスケ中にね、あのルーズボールっていうこぼれ球拾ったら、鉄のゴールカートに足入ったちょこう、でそのままゴリゴリゴリってここ全部剥げて、むちゃくちゃ痛え。そう、血まみれだったんですけど、家帰って、マリオカートした。なんでだよ。そしたら、バカがって言われて、お医者さんに。まあ、移動の車はさだけなんだけど、あ、これ良かったね。もう少し時間経ってたら、これ腐っちゃうから、治らなくなってたよ。薬打って。その時はね、確かにすねだから、縫わなかったの。皮膚が集まんないから。で、この辺は全部もう、血出た瞬間にすぐお医者さんに行って、こことかも。
移動中の車血まみれになりながら、その時もマリオカートですよ多分。なんでだよマリオカート DS のマリオカートですよ。あそっちか。その時は10年ぐらい前の話。あそうそう。でただこれね中1かな。じゃあかなり久々な大怪我だったね。うん、まあちゃんとした怪我だな、うん、結構大怪我も入るし。あーまあまあまあ怪我取れたから大怪我なのかもしれんけど、うん、骨折とか脱臼とかの経験がまあ多いから、うん、まあちょっと慣れてるんじゃない、うん、この左手に関してはもうこっち2回折ってるな。こっちも2回だ。めちゃくちゃ直してんじゃん、お前ら体。ちなみに足に関しては疲労骨折入れたら、片足だけで27箇所。直しすぎだろ。こっちも27箇所。やば体がね、もう動きが結構独特だから、うん。行っちゃうとこまで行っちゃうから、それで怪我が多くて。でもね、これは完全に不注意です。それしょうがないよね。これは完全に僕の不注意で、やってしまいましたね。飲み口の細い水筒はやめようと思いました。あ、それでね。うん、そっちかいって話なんで。氷の話じゃない。氷の話じゃない。そっちかいって。うん。マジびっくりしてパーンと空中で飛んだの。氷が破片だと思って、パッてよく見たら、ポンって落ちて、指だ指だってなって、相手のお医者さんに、視聴者さんに話しかけてもらってた病院で、どうしたんですか、お医者さんですかって言って、あ、そうですって、指取れちゃいました。はっ、はっ、はっ、反応しづらそう。それはそうなの。包丁でね、怪我をしてしまいましたという、まあ、報告がてらに。で、まあ、2週間後ぐらいにはまあ治るかなっていう。今も糸ついてる。糸ついてる。うん。うん、今、繋げなきゃいけないから。俺もなんかその、医者、多分それどこを連れて行けばいいんだろうみたいなさ。そうだね。そう、調べてくれてね。そう。参考画像がやっぱあるわけよ。うん、怪我してる。結構赤いんだね、先端ね。で、縛りがちょっと強すぎて、ちょっとだけ青くなったの。ああ。やばいと思ってほどいたんだけど、お医者さんに見せたら、このままやりすぎちゃうと腐っちゃうから、あんま強く。締めないでねって言われて。あ、これ大事だね。みんな。教えとこう。うん。切っちゃった時に、どのくらいの強さで巻いたらいいかって分かんないじゃん。完全に止めちゃいけないみたいな。そうそうそう。指が、ピリピリって巻いた状態で、血を止血しようと思って、まあ輪ゴムだったり、まあ俺だったらマスクのゴムであったり。まあヘアバンドっていう手もあるから。ヘアバンドとかで、これって強く締めすぎかなと思ったろうけど、分かんないじゃん。回らんな。どのくらいが強く締まってんのか。うん。なんか目安としては、ピリピリピリってなり始めたらやめた方がいいし、電気みたいなのが走る感覚になる。でそうなったら基本的にはちょっと緩めな、やりすぎやりすぎるし、鎖が速くなっちゃうから、やめた方がいいって。指使えなくなるのやだから気をつけないと。そうだね、うん、スマブラした？まあ一応薬指とか中指でいける。結構強かったよ。あんま負けなかったけど。やれる範囲のことはね動画でもやっていこうと思いますのでね。なんか俺からだけど、すごいその視力がめっちゃ頑張り屋さんだからさ、限界までやっちゃうなんだけど、ちゃんとこれだけ、まあ、これだけはね、そうだね、使ってね、しっかりと前に、うん、しますね。先端を切り落としてしまいましたっていう、こんな感じお話でございます。あ、大丈夫、治るので、はい、ということでね、もう優秀なお医者さんに出会えてよかったです。ねえ、本当にね。はい、もう歌詞もね、うん、曜日も曜日で今日は空いてないからさ、ほとんど日曜日だから、ね、そうそうそう、よかったっていう感じの報告でございました。はい、皆さんも怪我には気をつけて、気をつけてね、ということで、せーの、アデュー。動画見てくれてありがとう。セガサリー、ツイッター、ゲストフォロー、やってもネタで登録者1000万、奥でもチャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。